古本店スタッフおすすめ小説列中村文則、この虚無感と自己崩壊感を一体どう表現すればよいのでしょうか。スリ、教団 X など筆を取れば話題になる中村文則さんの最新作列、薄い本なのに冷めない悪夢を見ているかのようで、読了後はしばらく放心状態でした。現実なのか夢なのかもわからない空間で、主人公は先頭が見えない長い列に並んでいます。時には列から人が抜けて別の列に並ぶのですが、そこも長蛇の列。一体自分は何の列に並んでいるのか、目的すらわからないまま時は刻々と過ぎていきます。抽象的で不条理な展開はカフカを彷彿とさせ、他人と優劣をつけることで満足する人間への痛烈な風刺にはきっと誰もがぎくりとさせられるはず。人生は列に並ぶこと、これはまさに真理であると感じる凄まじい一冊です。本、CD、DVD、ゲームを売るならもったいない本舗。